はい、皆さんこんにちは。9月5日文化人スクープ最前線スペシャルです。司会の加賀光栄です。そして今日も元大王製紙会長井川元隆さんとお届けいたします。井川さん、よろしくお願いします。まあ、総裁選がいよいよヒートアップしてきているということで、はい、そこでちょっと今日は深掘りしていこうと思います。で、なんか永田町のです、いろんな先生方がこの番組も含めて非常に見てらっしゃるということで、その先生方に含めていろんなメッセージをね、お伝えできればと思います。まず恒例の視聴者の皆様から、僕たち2人にどんなことを聞きたいかというアンケートを取っております。それを発表からいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。これですね、1番がある政治家&売国企業 61%。 これはもうずっとね、井川さんと僕がこの番組で喋ってきた中身ですけれど、はい、次がですね、欺瞞に満ちた偽善報道メディア 19%。 これね、 NHK も含めてちょっと一般メディアも含めてちょっと偏向報道みたいなものがね、はい、最近多いですね。そして次は 10% の自民党総裁選候補12人の評価分析。これはもうめちゃくちゃバチバチにねやりたいですよね。まず井川さんもずっとご指摘されているように、中国に媚びている人たちばっかじゃないですか、はい、この12人、はい、どう評価されますか。もうなんか言葉がないんですけど、どう言えばいいですかね。まあ高市さんはね、どっちかというとそういう安全保障にはね、まだね、はい、パンダをもらっていれば国を譲っていいって問題じゃない。まさにパンダ派ですね。そうですね、そうですね。そして次が情報当局や業界マル秘情報、まあ、これもまた僕ら得意とするところではあるんですけれどもあまり喋りすぎるとね大変なことになってしまうということもあるので、はい、じゃあこれも踏まえてね、今日最初のテーマとして総裁選の12人の候補、その12人の中でも一応ね20人の推薦候補を揃えて立候補するのは9人ではないかと言われています。今言われているのは石破茂さん、河野太郎さん、小林鷹之さん、林芳正さん、小泉進次郎さん、高市早苗さん、茂木敏充さん、そしてね上川陽子さん、加藤勝信氏、この2人も来週、まあ、20人揃ったということで出馬表明をやるんではないかと言われていて、7人は揃ってる。だけどあと2人で9人ぐらい、もうちょっとね歴史的に残る大混戦になるんですけれども、はい、でも結果的には最終的には2人上位2人の決選投票になると。そこで言われているように菅さん、麻生さん、キングメーカーの座をめぐって政治生命をかけて戦っていると。現状どのようにご覧になってますか。私は自民党消えてなくなれ派なんで、永田町の人見てるんですが大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。はっきり言ってですね、亡くなってほしいもののですね、うん、首が誰になろうと関係ないんですけれども、主張取れるんで話しますけれど、はい、まあ、昨日実は私のニコ生ライブでも扱ってたんですけれどね、うん、はい、私はなんか多分最後はなんだ吸ったもんだで、うん、最後は小泉進次郎氏になるんじゃないかなと思ってるんですけどね、多分自民党が一番票、うん、議席数を減らさずに済む人間ということじゃない、うん、かということで、最後は多分ね、よく言う神輿は軽い方がいいってやつで、長老やキングメーカーの人たちから見ても都合がいいし、あと議席がなくなるんじゃないかと怯えている地盤の弱い自民党議員から見てもっていうことで、最後は雪崩を打つんじゃないかなっていうですね。そうですね、大方見方っていうのはやっぱり小泉進次郎さん、そしていろんな形で各社がやる世論調査を見ると石破さんが人気があったりして、石破、小泉進次郎と双璧、この2人は別格、その下に高市早苗さんであったり、絶対なっちゃいけない男河野太郎さんであったりっていうところがね、はい、あって、でさらにそこの下にやはり小泉進次郎さんと同じぐらいの、ね、若手のホープとしての小林鷹之さんっていうのが、詰めていて、最終的にはこの中から、上位2人が生まれるんではないかと見られてますね。もう本音の部分で言うと、今井川さんが言われたように小泉進次郎氏はもうダントツで来るだろうと。ただその中でそれを小泉進次郎氏のバックには菅義偉首相がついていると。この菅さんを倒すためにも絶対許せないということで、麻生さんは総力をかけて小泉氏を決選投票倒す、そのための2番手を何としても欲しい。ところが石破さんになると、石破さんのこと大嫌いですからね麻生さんね、そうすると困るということで、今悩んでるところで、井川さん、9月2日の毎日新聞が、はい、実は自民党をパーティー収入権裏金疑惑で麻生派はないと言ってたのに、はい、麻生派があったと、はい、2017年にそういうふうにあった証言が取れた、まあ、裁判記録からですけれども、ということで書いて永田町激震なんですね、はい、これで麻生さん嘘ついてたと、
裏金議員がいないから麻生派は派閥解散しなくていいんだって開き直ってきたところがいたじゃないかと、はいはい、嘘ついてたじゃないかということで麻生太郎の先生命はこれで終わったと10月引退だというようなことをどんどん吹聴していって麻生たたきを始めて一気にね野党も含めてどう思われますか裏に誰かいるんですかねということは今の流れで言うといやこれはね井川さんが大嫌いな検察がリークしたとしか思えないんですねなるほど、ただ問題はこの総裁選告示12日ですけれどもこのヒートアップして菅対麻生そして小泉進次郎対石破だったりあるいは絶対になってはいけない河野太郎だったりとかですねいろんなぐじゃぐじゃになってる最中に検察がリークして毎日新聞がそれを書いたと極めて意図的なんですよね検察の動きってどう思われますか、まずですね、私別にあの検察嫌いじゃないんでそうですか官僚全般が嫌いなだけなんですけれども、まあ、検察はなぜここでじゃあ麻生派を叩くというか麻生総理の権力をそごうと動いたのかっていうのはやっぱり菅さんがじゃあ働きかけたんですかねというふうに言う人もいるんですねただ違う言い方すれば検察も実はいろんな政治思想がなんていうかなニュートラルというか公平なんだっていうふうな建前になってますけど、はい、そんなことはなくて、はいはい、極めて、いろんな政治家との個人的な付き合いがあって、うん、でこれは検察に限らず、はい、警察当局あるいは公安当局含めてですね、はい、いろんな形でリーク頼まれたり、はい、リークしていきますね、はい、ですから今回の場合っていうのは、まあ、今井川さんが言われたような検察側が菅さんの意図を汲んだのか、はい、あるいはただ単に大きな目で見て今麻生を潰すべきだというふうな形があったのかこれはもう何とも言えないんですが少なくともあの突然の石を投げられたということで麻生陣営は非常に激怒している議員たちもいてやっぱり犯人は誰なんだというようなこういうあの本当にこの戦いが水面下で本当にお互い叩き合うようなね戦いに入っていったという流れの中で小泉進次郎さん本当に一歩抜きに出て言って、まあ、間違いなく一応トップで1回目の投票になるんだろうとただね井川さん小泉陣営の中に木原誠二さんがいるんですよねつまりこれは違う言い方すると岸田派が自分のところの林芳正さんだったり上川陽子さんだったりあるいは河野太郎さんだったり麻生派か岸田派はそう2人を抱えてるけど一方でちゃんと小泉進次郎の方にもかけてるわけですね、はいはい、でそれは木原誠二さんだってどう思われますかということはもう岸田さんの意を組んでるってことですよねですよね、はい、ということは今まで麻生さんと岸田さんというのが手を握ってね茂木氏とも手を握って実は一緒にこれからもやるんだっていうこと のアピールをしたけれども要は自分の総理の延命を最後にインドを渡して蹴飛ばした麻生さんっていうことの一つの象徴の現れということですよねで小泉進次郎氏からすると確かにね岸田さんを支えてきた最大の策士ですよね、はい、その木原誠二氏がついてるってことはすごい大きいとは思うんですがイメージ的にどうですかまあいろいろね言われた人ですけれどもねいや不倫ドロドロの不倫とそれを指摘されても開き直って答えないでさらに、まあ、一連の週刊文春の報道から、ね、伝わってきたそういった奥さんをめぐる殺人事件捜査の妨害工作であったりということ、はいはい、でもこれも全て説明責任を果たさないこの汚れまくったイメージと爽やかセクシー小泉進次郎のイメージどうなんでしょうか、ね、また私の一緒に出てるあの佐藤貴則孫徳の孫徳さんのがこの間言ってましたけれども、うんはい、彼の番組 で総裁選ってあの小泉純一郎パターンと、うん、第2期 の安倍総理パターンがあると、うんはいはい、どういう意味って言ったらです、うん、民主党政権下で自民党がもう百数十人しかいない時はです本当に人間の好き嫌いでとか権力闘争で選ぶわけですよ、はい、残ってるのって自分の地盤が安泰な連中ですから、うん、あの小泉純一郎パターンっていうのはみんなあのチルドレンたちがです、はい、やっぱり地盤が薄いんで自分たちの首、うん、やっぱり自分たちがまあ当選できる顔を選ぼうってことになると、うん、で今回の場合にはです、ね、小泉パターンになるとあまさにまあ今度小泉、まあ、その息子のね進次郎氏になるわけですけど、うん、なんで長老がいろいろ画策したりそれぞれがその今の木原誠二氏だよいろんな人がです、ねはい、自民党の器の中のですねコップの中の嵐みたいな形
形でねごちゃごちゃ動いてもですね、うん、最後はあの世論の審判が国民の審判が下されますし、それを見たら議員投票は特に今回は派閥がないわけですから、はい、以前の小泉純一郎パターンの時も派閥を超えて、うん、これはもう小泉純一郎じゃないと俺たちは首が危ないっていうんで言ったわけですけど、はい、今回はもう最後はもうやっぱり選挙を見た顔を選ぶんじゃないかなっていう気がするんですけどね、うん、どうですか基本的にはこの自民党の総裁を決める選挙というのはイコール日本の総理を決める選挙になるわけですが、今回の総裁選って日本のこの困難に直面している、あるいは中国がね嫌がらせしてきている、ロシアが嫌がらせしてきている、一歩間違えたら戦争になっちゃうよっていうのは、こんなね緊迫した状況の中でこの日本丸をどういうふうに安全に運航していくかという最適の総理を選ぶというよりも、直近に迫った解散総選挙、選挙でなるべく負けない、なるべく自分たちがクビにならない、一般受け主婦受けする顔としての総裁を選ぶということで、短期の選ぶみたいなね話になってるわけですよ。井川さん、まともに考えて小泉進次郎総理になって、トランプだったり金正恩だったり習近平とやっていきます？セクシーなだけじゃできない。ただまあ私今回誰がなってもですね、まあまあ多分小泉進次郎氏だと思うんですが、うん、選挙管理内閣だと思うんですよね。その通りですね。で、うん、まあ、もしかしたら進次郎氏だったらあの今の事項があった過半数割らないかもしれないけども、うん、割ってほしいんですが、割った場合はですね、うん、場合によってはその昔の自社さんみたいにですね、うん、立憲と組むことになってです、そしたらですね、立憲野田さんだったら安定感あるしですよ、うん、中道に近いですから、はい、だから数週間だけ1ヶ月だけ総理やって終わるってこともあるんじゃないんですか。いや鋭いな。実はですね、はい、水面下でですね、もうすでに小泉進次郎を下ろすためのスキャンダル探しっていうのが始まっていて、総力を挙げて始まっていて、はい、でどういうことかというと、確かにこのままだと今回の投票は第1回目でトップ小泉進次郎、決選投票でも小泉進次郎になるかもしれない。じゃあ小泉進次郎を落とせるスキャンダルないかということ、はい、でさらに言えばもうちょっと言うと、別にね今回この総裁選で負けることを慌てる必要性はないと、今井川さん言われたように、小泉進次郎は解散総選挙のためだけの総理だと。だからその結果含めてすぐ交代させればいいと、その次の候補を選ぶような今回の総裁選でもあると。だからその引きずり下ろすためにもうスキャンダルの情報が欲しいということで事実動いていて、僕は面白いなと思うんですけど、お父さんの総理の時代もやはりお父さんもものすごくスキャンダルで苦しめられましたよね。あるいは最後のインドを渡されたのも実はスキャンダルの物語だったと。そこには、まあ、今回麻生さん指しての検察がからのリークだと言われてますけれども、警察当局だったりね、公安当局だったりいっぱいあるんですね。で内閣情報調査室も総力を挙げて今もう動いてますから、はい、だからそういった掴んだ情報をどういう形でお世話になっている政治家に渡して政局を動かすか、もうすでに その小泉進次郎になった、あるいはなるっていう前提のもとでもうそれも始まっている、はい、なるほど。僕はあの一番驚いたのは、よくねフリーで、まあ、週刊誌なんかに連載でいろいろ書いてると、いろんなところから呼び出しが来て、あるいは警備当局、警察、公安当局からもいろんな電話来るんですけど、いろいろありましたよ。なんかね、特にねやっぱり小泉家って女性問題のスキャンダル多いんですよね。今回の進次郎さんもちょっと週刊文春書いたりしてましたけれども、テレビ朝日の女性アナだったり NHK の女性アナとの深い関係あって、で今回の竹谷クリステルさんとの結婚で捨てられたっていう風に嘆いてる女性アナとかね、いろんな方がいるということで、もうすでにということは書いて、それを後に問題になるかもしれないって書いてるんですけど、ということはもうもっとなって話になるわけで、でさらにやっぱお父さんの時代も、これは最後未確認情報になってますけれども、赤坂の某韓国系クラブのママとの間にやっぱりお子さんがいらっしゃるっていうような噂というかね、情報を走って警察の公安当局と内閣情報調査室が先を争うようにして確認作業を走ってましたよね。ですからそういうもう状況がね始まってるんだと。ですから総裁選っていうのは確かに党員国会議員の票を集めて総裁、次の総理を決める戦いなんだけども、はい、その水面下では実はその総裁になる候補を落とすため、うん、
あるいは言うことを聞かすためのスキャンダル探しがもう始まっているということなんだと思うんですね、はい、でその中でやっぱりねアンケート通ると石破さんっていうのがね小泉さん石破さんっていうのが2人が双璧となって出てくるので、はい、この石破さんをねちょっと取り上げたいと思います。5番をよろしくお願いします。はい、これですね、まあ、これはあの石破さんが選対本部初会合選対会議を開いたとその初会合の時のニュースなんですけれども、まあ、30日に初会合を国会内で開いたと。石破氏はルールを守る自民党にしたいと政治資金の透明性を確保することから信頼回復を成し遂げたいと訴えたと。問題はこの写真にある選対本部長についた岩屋さんなんですね。あの元防衛大臣 LGBT の協力推進者で国家破壊をしたんじゃないかという非常に批判を受けている方なんですが、岩屋さんは今回は麻生派を離脱して石破さんを応援するという形になっているわけですね。そしてですねこの選対本部の中でもやっぱり石破応援団の一人として元安倍派の江藤清史郎さん、江藤清史郎さんがついてるんですね。江藤清史郎さんってどういう方かというと、6番お願いできますか。これはですね統一教会の問題で自民党が攻撃を受けた時、実はその最大の案件として統一教会の教祖文鮮明が推奨して進めていた日韓トンネルでつなぐというね、そのための日韓海底トンネル推進議員連盟の会長が江藤清史郎さん、統一教会とズブズブだっていうことですね皆さん。それとさらにこれはあの安倍派の中ではね有名な話ですけれども、安倍元総理が総理を終えてそして派閥に帰ると言った時に絶対帰ってくるんだって言って妨害っていうかねそれをものすごい反対したというのは江藤清史郎さん。だから安倍派の中にいて反安倍だったの、ね、その人が今石破さんにくっついている、まあ、安倍さんの石破嫌いって有名でしたよ ね。そういうことで、しかもさらにですねこれはあの僕はぜひ井川さんに聞きたかったんですが、安倍批判で有名な村上誠一郎議員も、はい石破さん応援で入ってるんですか、はいはい、村上さんってそもそもどうしたんですか。まあ、そんな私あの数回なんか選挙前の挨拶に私の父を訪ねてきた時に私は陪席したぐらいですけど、はいはい、まあ、政治家皆さんそうなんですけど小沢一郎さんだってそうでしたけれども、うん、まあ、そういう場面では当たり前ですね当然なんですけどね、うん、あの応援を依頼に来るわけなんですから、はいはい、ただあれなんでしょうね、安倍さんと随分対立したけどやっぱり同期で、うん、しかも本人確かなんか行革大臣かなんかがマックスてっぺんだったじゃないですか ね、うん、すね、だからやっぱりいろいろ嫉妬だとかいろんな前ナスの負のエネルギーが働いてたんじゃないけど、皆さん見てたらなんかあれですね、今回のさっきもねちょっと話ですけど、はい、なんか吹き溜まりみたいな応援団ですねこれ。そうなんですよね。ですから国家を破壊した自民党保守としての自民党を壊したと言われている LGBT 法案を強力に推進した張本人が岩屋さん、そして統一教会とべったりと言われている江藤誠一郎さんと家庭教師平沢、そう平沢克也議員ですね、元警察官僚の あの人もとうとう大臣になれなかったんでしたっけ、なったんです復興大臣、あ復興大臣かなったんですね、まあ、みんな一回だけ、まあ、ちょっとねいろんな形のね警察のいろんな物語とかいろんなスキャンダルも抱えたりした先生ですけれども安倍さんのね学生時代の家庭教師とか売りだったんですけれどもね、なぜか反安倍の石破さん、まあ、ある人たちは言うんですけど実は家庭教師だった俺に恩があるのに全然ポスト回してくれないって平沢さんが怒ってたっていうことを言う人もいるんですね。でねもう本当にね今計らずも井川さん言われた石破さんのグループってこれでもかっていう負の塊が集まったグループなんじゃないかって気がするんですけれども、これでなんで人気があるんですかね。いやある人に聞いたらやっぱりあの、うん、石破氏は、まあ、地方創生大臣な地方もあったりして、うん、でその時にやっぱり結局あの人なんとかな資本主義ってなんかまた岸田さんのです、ね、新しい資本主義をまたなんかひねくりましたみたいな変なのを言ってましたけど、中身見たら資本主義どころかです社会主義でもなくてもう農本主義みたいなんで、ね、あの人多分地方の農村脳が、まあ、要するに高齢者向けのリップサービスをあちこちでしてきてるんで、はい、それが受けてんじゃないかなと私は思ってるんですけどもね。本当ですか。でも農村出身でも都会派の人もいるのにねいや僕と石破さんと同い年なのかな、もしかしてちょっとね愕然とするんですけどね。なるほどね。ちょっとどうですか、石破さんが総理って考えられますか。いや気持ち悪いです。私はもう申し訳ないですけども、 X でもいつもあの吠えてますけど、もう人相でほぼ 95% 決めますからね、人相嫌い、はい、
目がね、目がね、もう加賀さんはまあお立場上言えないかもしれないですけど、私は好きかって言えるんだ。立場言えないしかもしれませんので、先に僕も目がねって言っちゃってます。いやそれ以上は言えないかもしれないですけど、まあ私はもうやっぱり一応ね、あのこの間還暦だったんですけど、60年いろんな人間見てきましたんで、はい、やっぱりもう顔に 95% 出ますよ。やっぱ目にもう 90%、もうあとは顔のトータルの表情に、別にイケメンかブサイかという話じゃなくてですね、目ですよね。それで言うとですね、ちょっと話、まあ後で出るのかもしれませんけど、はい、立憲、嫌いな立憲だけど野田さんだったらいいかなとかですね、あの人はやっぱり風貌がやっぱり誠実そうな、まあ、嘘つかなそうな感じがするだとかいう気もするんですが、やっぱりもう話を戻しますと、あの野田さんの最大のポイントっていうのは風貌で嫌われないってことなんです。しばしばやっぱり嫌い。ただまあね、あのちょっと野党の話が出たんで、野党も代表選やってるとちょうど自民党の総裁選と一緒なんだと。なのにメディアはなんで自民党総裁選だけやってんだと、メディアジャックじゃないかと、これは不公平だっつっていろんなとこクレームつけてるんですけど、そういうことではなくて、それぐらい存在感ない野党になってるっていうことなんだという現実をね、僕はちょっと分かっていただきたいなと思うんですね。だって立憲民主党がどうなろうが日本変わんないですよ、このままでは、はい、ですから野田さんになったっていうのも、実は立憲民主党のこの国を変えなきゃいけないっていう積極策ではなくて、他の人になったら立憲民主党割れちゃうからっていうぐらいなね、はい、ちょっと後ろ向きな形だと思うんですね、はい、でその中で井川さんがその顔が嫌だと、目つきが嫌だと言って、さらに究極の人を取り上げなきゃいけないのは、僕は取り上げない方がいいのかなと思うんですが番組の進行上、はい、皆さんにね、どうしてもね、井川さんにこの人のことをどう思ってるのかって聞いてみたいっていう、やっぱ圧倒的な意見もあるので、はい、すいません、7番よろしくお願いいたします。あね、はい、河野太郎デジタル大臣なんですが、一応河野さんについてはタイトル的には総裁選勝利可能性ゼロ、これ河野太郎は墓穴掘りにまっしぐらっていうふうに僕らって言っていいのかな、僕は見ているんですが、どのように、これは面白いですね、この記事について言うと、河野デジタル大臣は以前から日本端子などの親族企業を通じて中国と密接なつながりがあることを指摘されてきましたが、今回新たに中国のポータルサイト 163.com 上で2009年頃からオフィシャルブログページを開設運営していたことが明らかになりました。以下のツイートによると、河野太郎は中国語でブログ記事を更新し、中国人向けに情報発信をしていたほか、プロフィール欄では自身の故郷を北京市東城区だと記載していたということです。本当ですか？ということで、こういった流れを受けて8番井川さんのポストです。バイコクと、それ以外の言葉が思いつかないですけどね、お父さん以来ですけどね。そうですね。そしてね、中国ロコ問題ってありましたね、はい、エネルギー政策をめぐって、まあ、中国の息のかかった財団をうまく利用して、そして日本のエネルギー政策を全部再エネにして骨抜きにしてしまえと、挙句の果てはブリッド計画だったかな、それで中国にから供給するようなね、つまり日本のエネルギー政策の司令塔を中国にしてしまえみたいな、こんなことやったら日本終わるじゃないかみたいなことをやってたっていうのを発覚したっていうのがこの間の事件なんですが、それをめぐってのやり取りがあったということで、9番よろしくお願いします。9番です。はい、これ国会でのやり取りなんですけれども、内閣府の会議資料に中国企業のロゴが入っていた問題、中谷一馬議員どう改善するのか、河野太郎所管外、中谷議員デジタル行政の視点から、河野大臣所管外、中谷議員問題ではないと、河野大臣所管外、中谷議員所管外と答えた発信者は大臣がダントツ、不名誉なことでは、河野大臣質問者が問題、消え伏せろ。本当にあれなんですね、なんかあの問題で自分のところに追及されて都合が悪くなると、それこそ都合ブロックしたり、あるいは所管外だって逃げるって話なんですね。そして10番よろしくお願いします。はい、井川さんの昔のですが、長女の旦那のまたいとこだから生温かく見守ってきたが、コオロギ太郎は想像の斜め上を行くクソクズだったわ、これからとことん叩いていくわということなんですが、今井川さんどう思われますか？
多分さっき の、 あの風貌論から言うとです、彼は口がへの字じゃないですか、むちゃくちゃ頑固なのとです、うん、もう一つはやっぱり多分自信がないんでしょうね。すぐブロックしたりだとか、この切れ鼻くくったような、虚勢を張ってしまうみたいな、ね、そういうタイプなんだと思いますね。なんかコロナのワクチンの時もですね、まあ、半枠じゃないんですけれども、あれだけ、ね、自分があれだとかですね、責任取るみたいなことね、言っときながら、なんか、こういう時は威勢よく言うんだけど逃げるっていう、虚勢の張りぼての人間なんだと思いますね。ね、それね、おそらくね、井川さんだけに限らず国民の多くもそう感じてると思うんですね、はい、ですからそれね、本当ね、自民党の皆さんね、真面目に考えてくださいって言いたいですね。まあ河野太郎さん、一応麻生派の、ね、中で麻生さんのところの、まあ、一応幹部だということで、ずっと、まあ、お父さんの流れもあって、サラブレッドと言われてきましたけれども、ただ今回のことについても麻生さんに了解を得て派閥全体としての応援を頼んだようですが、麻生さんはその全体で応援するとは言っていない、はい、というところで全てが見えてるんじゃないかなと思いますね。とにかく霞が関に聞いてみても、官僚いじめ、すぐ感情的になって怒鳴りまくる、パワハラ無理ですね。人がついていかない人はやっぱりこれはトップには立てないでしょう。それと同時に何よりも中国べったり備中派はもう今の日本国の総理になったらこの国は終わってしまうっていう、僕は思うんですね、はい、どう思いますか。いや、おっしゃる通りだと思いますね、うん、これに関連してそのじゃあ例えば、おっしゃる通り、あの自民党の皆さんにっての河野太郎氏を選んだらおしまいですよっていう話をですね、今加賀さんされたけど、はい、自民党の当事者、さっきおっしゃられたように案外自分のこと、始まる前ですけどね、自分のこと以外分かってないっていう話がありましたじゃないですか、うんうんうん、それと似たような経験というか話がありましたね。やっぱりさっきの私の親友の孫徳が、はい、あの、ある若手の自民党議員の話してたら、はい、案外いけるんじゃないかとか言ってるって言うんですよね。でもそれはお前違うよと言って、ずっと年下なら、まあ、それ感覚ずれてるよと、国民の怒りはお前が持ってるようなもんじゃないぞって言ってですね、案外なんかまだだからこそこんなの、まあ、こんな手赤星というのもですね、はい、あのコップの中の嵐をですごちゃごちゃやってるっていう。いや、今井川さん素晴らしいこと言ったと思います。つまりね、あまりにもこの自民党員と国会議員の自民党の中のそういったいろんな評価と国民の評価があまりにもずれてる、はい、だとすると今回の総裁選って次の解散総選挙勝つための、とにかくね、日本のためでは関係ないと、選挙なるべく負けない、そのための総理を選びたいんだということでやってるけれども、選んだ人があまりにも国民からの、ね、評価からかけ離れた人だったら、はい、さらに負けますぜ、はい、負けちゃうよっていうなってしまうんだということはちょっと覚悟してね、はい、そのぐらいしっかりした形でね、見ていただきたいと思うんですけれども、そういう中でまた井川さんも怒ってしまう人が出馬表明をされたんですね。すいません、12番よろしくお願いいたします。はい、林官房長官が正式に立候補すると記者会見を開いたというニュースのところの場面ですね。自民党林芳正官房長官は、人に優しい政治の政治を行っていきたいと思っておりますというふうに挨拶したということなんですが、林さんの総裁総理というのはどのようにお考えでしょうか。まあ、ほぼ目がないんで、まあ、記念後受験、あの小学校受験であのないけど一応慶応受けとこうみたいなですね、記念後受験じゃないですかこれは。なるほど、人の政治を行っていきたいって、今の世の中こういった人とか言うっていうのはすごく久しぶりに聞いたなと思うんですが、これどう思われますか。いや、他の人もなんかそういうゆるゆるっとしたことばっかりみんな言ってるじゃないですか、うん、本来今言わなきゃいけないことってのは、これが例えばアメリカの大統領選だったら、例えばやっぱり安全保障のことをどう考えるかとかですね、そうなるじゃないですか。言えないんですよ、みんな中国のつながってるから、そのハニトラかかってるから、だからこんなこと言わなきゃいけない、それの典型が林さんだと思うんですよね。おっしゃる通りですね。他の人もみんなそうですよ、河野太郎にしたって。国内問題も大切だけど、それと同時に外交戦略をきっちり言わなければおかしいでしょって、はい、その通りですね。言えないんだね。言えない。だからこれは笑っちゃったんですけど、人の政治を行っていきたいって、それはね、中国共産党で立候補して言えば受ける話なんですけど日本で人って言われてもね、これに言うたら公言霊職少なし人ですよ覚えてますね、覚えてます、さすがですね。そういうこと言うやつに限ってダメなんだって話ですね、はいはい、なるほどね。そしてですね、やはりあのもしかしたらこういうふうな非常に自民党がぐちゃぐちゃしてきて、まあ、小泉進次郎氏がある程度の票を取って第1回投票一番になるんではないかっていうのはなんとなく見えてるけれども、2番手がどうなるかっていうのはますます見えなくなってきたっていう中で、一応保守本流と言われている高市早苗さん、まあ、この番組の随分ね応援してる番組の方々もいるんですが、高市早苗さんが本当にもしかしたら自民党史上最大の逆転劇で
総裁総理になるという可能性が非常に出てきたということで、13番よろしくお願いします。高市早苗氏、なすべきは確固たる国家間による国家運営、 SNS に総裁選出馬以降ということでね、確かにそうなんですね。高市早苗さんぐらいが外交戦略も含めて安保戦略もねきっちり喋っているということで、ただね、来週ですよね、一応予定されている9日だったかな、出馬声明ということがね。そしてね、この14番お願いします。これね、上井さんという方の X なんですけれども、まあ、過去の物語なんですが、ね、聞いてなぜか涙が止まらないんだ、それで国民の生命、財産、領土、領海、資源、国家の主権と名誉を守り抜くのが国の強国の究極の使命だと、ということで、まあ、彼女がそう答えたということで、15番お願いいたします。15番お願いします。はい、これ井川さんの X なんですけれども、6月6日になります。高市早苗議員のことは割と冷ややかに見ていたが、これは素晴らしい言葉としか言いようがないということで、まあちょっと見直したっていうかねところですが、これ高市さんの目っていうのはどのようにご覧になってますか。まあ、私は今の自民党国会議員の中、自民党国会議員じゃこの総裁候補の中ではです、ね、はい、まあ、高市さんの考えとか政策がですね、もちろん一番共感するんですけれどもですね、自民党全体のことを、ね、思ってますからね、結局いろいろちょっとあるんですけれども、うん、まあ、仲間が少ないっていうこと。あ、そうですね、うん、だから現当社の健常社長もね、個人的なエピソードで、うん、あんまりだから高市さんのことはお好きじゃないみたいなんですけど、うん、それでちょっと SNS 上で炎上しちゃいましたけど、はい、高市あのファンっていうのは結構ね、はい、熱狂的ですからね、うん、まあ、ただ私はね、懸念するのは、あの、仲間が少ないって言ったら、やっぱり大統領制じゃないんで、日本は議員内閣制なもんですから、うん、やっぱり、はい、党に基盤がないとどんなに政策が素晴らしくても推し進めていくことができないんじゃないかという、党内調整に手間取って、高市の言うことだったら嫌だなとかいうことに、まあ、安倍さんみたいに圧倒的にですね、選挙強いし、しかも最大派閥の長だったわけですからね、実質上の。それ考えたらですね、なかなかその仮に首相になったとしてもどうなのかなと、まあ、これ別に嫌いだとかですね、批判とかじゃなくてですという懸念はしてますけどね。ですから誰もが高市さんがダントツで素晴らしい、誰でもが認めている、ただじゃあやっていけるのかっていうところに不安を感じている。で、唯一でもね、これは解決策というかあり得ることは、自民党が変わらなければいけない、つまりどういうことかといえば、それだけ危機的な状況なんだと、国家を救うため救国内閣を作んなければいけない、そのための自民党総裁、自民党総裁から総理を決めなきゃいけない、だとしたらみんなが変わってふさわしい人を選ぶしかない、そこに高市さんの歴史的大逆転の鍵があるって僕は思うんですね、うん、ですからこれはね、自民党の皆さんをね含めてね、党員の方もね、本当に意識改革して国家を救うための総裁を選ぶんだ、強いてはそれが国民の共感を呼び、解散総選挙でもそれは決してね、国民に伝わらないことなんじゃないんだと、むしろ妥協を持ってとんでもない人を選んだらとんでもない結果になりますよということだけはね、はいはい、僕は皆さんにお伝えして自民党の方々にもご理解いただきたいと思います。ちょっと時間が参りましたので、皆さんご視聴ありがとうございました。とりあえずこのセクションはここで終わらせていただきます。ありがとうございました。